ステージはランダム。さあ開幕どう動くかこの両者。開幕いきなり中段で奇襲していった。さあしかし遅い昇竜割り込み、おっとボンが決まらず対空中段、そしてテレポで逃げるが、ここはチュアシャドウが決まっていく。体力はかなり差がついている状態。シャドウテリー、おっとこれはさすがに当たらない。さあヘッドバットからフレームを決めてファイヤーで最後体力を奪い切って、これ日の岬チームが1ジャンプ大パンチ。おっとちょっとミスったが、さあしかしさあセービングダッシュを使ってどんどん近づいていく一味剣。しかし対空はしっかりしている持ち、ここで一旦前を離して、さあ近づけたいけど、ここで目押しがヒットしていく薩摩飛。さあしかし対空をしっかりしている、ここで壊したら仕込みのインヘルロが決まり、さあ勝利したのは YHC 持ちということで、勝利チームは日の岬チームとなります。